その顔、間違いなく俺の子供だよな。でかしたぞ。え？5歳くらいか。俺にそっくりで可愛い女の子だな。嘘、やだ、なんで？パパの写真はちゃんと見せてるか？もうじき本物に会えるぞ。どうしてあなたが私の LINE 知ってんの？そんなことより、俺たちの娘について語り合おうじゃないか。なぜ娘のことまで？いつから？俺からの連絡が嬉しいからって、そう浮き足立つなよ。ちっとも喜んでなんかない。7年前、俺たちは悪魔によって引き裂かれてしまったけど、こうしてまた会えた。嬉しくないわけないよな。違う。あなたが私をつけ回すから、たくさんの人に協力してもらって逃げたのよ。俺もそう思ってた。お前は俺を裏切って捨てたどうしようもない女だとな。だったらどうして？1週間前、イベントスタッフのバイトで来たショッピングモールにお前がいるのを見たんだ。なんなのその偶然。そして連れてた娘が俺にそっくりなのを見て、お前の愛を確信した。あなたには嫌悪感しかないと7年前にも散々言ったでしょ。嘘をついても無駄だ。お前が俺を思ってることは娘が証明してくれてる。これには訳があるの。皆まで言うな。分かってるから。何が？私たちそういう関係になったこともないのに子供なんてできるはずない。俺が何度か子孫の遺伝子をつけてプレゼントした下着を身につけて妊娠したんだろ。やめて、吐きそう。もしかして2人目のつわりか。今度は息子がいいな。どうしてそう自分に都合のいいようにしか解釈できないの？今は大変でも安心しろ。 LINE もつながったことだし、家族で暮らせるのももうすぐだ。そもそも私の LINE はどうやって入手したの？子供がいることを知って、お前の携帯番号を調べたんだ。番号はごく少数の身内にしか教えてないから分かるはずないのに。お前の実家にちょっと忍び込んでいろいろと探らせてもらった。そういえば母さんが数日前に空き巣が入ったって言ってた。もしかしてそれ？昔鍵屋のバイトを2年ほどやってたからな。ボロ屋なんて簡単に入れたぞ。金庫が壊されてたから金銭目的だって警察は判断したそうだけど、まさか。そこに保管してあったお前の電話番号をしっかりとメモった。そんな。金は家族の生活を豊かにするためにギャンブルで倍に増やしておくからな。ありえない。さあ、あとはお前と子供が俺の胸に飛び込んでくるだけだ。やめて、気持ち悪い。やっぱり悪魔たちに監視されて本心を言えないんだな。違うってば。すぐに救ってやるから幸せな家庭を築こうな。7年前の恐怖が一気に蘇ってきました。私は茜、32歳の主婦です。 LINE の相手のユージさんは職場の同僚でしたが、彼が落とした消しゴムを拾っただけで、なぜか相思相愛になったと勘違いし、私に粘着するように1日に何百件もの着信、家までの尾行などから始まり、いろいろとされましたが、今日は女の子の日、匂いが違うねと言われた時は胃液が出るまで吐きました。その後私は会社を辞め、警察に被害届を出し、付きまといによる法律で彼は裁かれました。しかし接近禁止令が出ても心が休まらなかった私は遠くの地に引っ越すことに。そして月日が経ち、やっと笑って生活できるようになったというのに、どうしてこんなことに。またあの恐怖の日々が戻ってくるの。そう思うと体中の震えが止まらず、すぐにでもスマホを壊してしまいたくなりましたが、今度は私一人の問題ではありません。娘を守らなければ。私はその一心で彼と真っ向から向き合うことにしたのです。数日後。今日は娘は登園してないのか？は？パパが迎えに行けば喜ぶと思ったのに。残念だ。どうして保育園が分かったの？世の中にはな、金さえ積めば何でもやってくれる人間がいるんだよ。嘘。娘を先に手にしたら、お前は悪魔の砦から連れ出す予定だったんだ。ってことは、もしかして家も？もちろん知ってるとも。なんてことなの。どんな手を使ってでもお前たちを救い出してやるからな。そんな必要ないわ。え？私が会いに行く。ついに悪魔たちから逃げ出す決心がついたか。うん、よくよく考えたらこんなに私のことを思ってくれる人なんていないもの。そうか、これでやっと本当の家族になれるんだな。身支度をしたらすぐに会いに行くわ。でも大丈夫なのか？見張られてるんじゃ。周りの人はうまく言いくるめたわ。だから居場所教えて。お前の家の近くにある港の倉庫だよ。そう、わかった。
早く来てくれよ、待ってるぞ。数時間後。そろそろ来る頃か。待ち遠しいな。そんなに焦らないで。いいさ、待てば待つほど再会した時の嬉しさが倍増するからな。そうね。でもこれだけは先に言わせてくれ。何？俺のたまに可愛い娘を産んでくれてありがとう。こちらこそ、夫に会わせてくれてありがとう。は？じゃあ私はこれで。ちょっと待て、どういうことだ。もうじきそこに警察が行くわ。あなたは実行に忍び込んで盗みを働いた罪と私につきまとった罪で逮捕される。何言ってるんだ、俺たちは今から家族で一緒に暮らすんだろ。誰が？あんたなんかと。私の家族は今の夫と娘だけよ。そうか、まだ監視されてるんだな。だからそういうしかないんだな。何度も違うと言ってるでしょ。娘の父親は俺だ。いつまでも偽りの家族に縛られていいのか。娘の父親は間違いなく夫よ。俺にそっくりなのに。そんなはずない。私の夫、あなたのお兄さんだけど。え？娘がそっくりになっても無理はないでしょ。おいおい、からかうのはよせ。事実よ、あなたの実兄である健一さんが私の夫なの。昔から俺に説教ばかり垂れてうざかったあいつが。ふざけるな。怒られてばかりいたのは社会のルールに反した生活をしていたからでしょう。潰れそうな駄菓子屋から菓子を盗んだり、好きな子のスカートの中をスマホで撮影するくらい別にいいだろ。よくないわよ。どういう思考回路してんの。黙ってりゃいいのに、ありかけ全部バラしやがって。学校ではソース感食らったんだ。でもご両親と健一さんが謝ってくれたおかげで全部示談で済んだんでしょう。兄貴は警察官になりたかったから、何が何でも示談にするって分かってたからな。最低。だからお前にアプローチした時もどんな手を使っても捕まることなんてないと思ってたのに。健一さんはね、あなたの件で私が困っている時に一番力になってくれた人なの。俺がいつお前を困らせたって言うんだ。7年前にあなたがやってきた全てのことよ。俺はお前への愛を伝えていただけだ。会社で私が他の男性社員と話すだけでその人を殴ったり、お前に変な虫がつかないように守ってやってたんだぞ。実家に来て夜通し私の名前を叫んで窓に石をぶつけたり。わざわざお前に会いに行ったのにすっと出てこないからだ。添い遂げられないなら一緒に樹海に行こうってロープを差し出された時は私おかしくなりそうだった。あれは苦肉の策だったんだ。健一さんはね、その度に土下座して仕事が休みの日はあなたを見張って私を守ってくれたの。そう言われると、一人暮らししてたのに実家に戻ってきてずっと俺を見てるから身動きが取れなかった。警察官という立場でありながら被害届を出すことにも全面的に協力してくれた。身内に反対者が出るとまずいだろうから揉み消せって言ったのを無視したクソ野郎だと思ってたが、まさか協力までしてたなんて。そんな彼と一緒にいたくて、あなたが捕まっている間に二人とも仕事を辞めて遠くの地に逃げたわ。住民票のロックやなんかもあの野郎の入れ知恵だったのか。そういうこと。そのまま彼と結婚して娘を授かり幸せに暮らしてたのに。そんなのは偽りの幸せだ。は？お前はあの男にたぶらかされてるだけだ。本当の愛はここにある。まだそんなことを。今ならまだ間に合う。俺のところに来い。行くわけないでしょ。あの男の娘は捨ててきてほしいが、どうしてもって言うなら育ててやる。だから行かないってば。これだけ言ってまだわからないのか。その言葉そっくりそのまま返すわ、このクソ野郎。え？7年前はあなたへの恐怖に怯えるばかりで何もできず周りの人に頼って逃げてたけど、今はもう違うの。急にどうしたんだ。変なスイッチでも入ったのか。いい、よく聞きなさい。何？私にとってあんたはこの世で一番気持ち悪い存在なの。ひょっぱらいのおっさんがペッて吐き捨てた痰よりも汚くておぞましい存在なの。わかる？本当にそこまで俺が嫌いなのか。ええ、そうよ。ゴキブリよりも嫌いよ。そんな。だからもう二度と私に関わらないで。俺が信じていたものが崩れ去っていく。打ちしがれてる時間はないわよ。え？さっきも言ったけど、あなたはじきに警察に逮捕される。今度はそう簡単には出てこれないわ。おい、ちょっと待ってくれ。何？もうお前への愛は諦める。だから全てなかったことにできないか。無理。なんでだよ。あなた、うちの実家の金庫から1000万もの大金を持ち出してるのよ。
それをなかったことにするとかありえないから。それはお前のために使おうとした金だし。じゃあすぐに返して。お前を探すのに使ったのとキャンベルですってもうない。でどっちにいくらかかったの？お前を探すのに20万、キャンベルに残り。何が私のために使うよ。数倍にして家族で住む一軒家を買うつもりだったんだ。どんな御宅並べたって無罪放免とはいかないわ。しっかりと賠償請求するから。そんな金払えないって内臓でも売れってるか？安心して、あなたのご両親がとっておきの働き場所を用意してくれるって。え？閉鎖的なところで一生出られないかもしれないけど、内臓売るよりマシでしょ。おいおい、そんなところ嫌だよ。あなたに選択肢はない。ひどいこと言うなよ。そんな女じゃなかったろ。私は母よ。あなたが娘に近づいてきた時点で容赦しないと決めたの。なんてことだ。ま、その前にまずはしっかりとお勤めしてちょうだい。なあ、せめて友達として。無理、気色悪い。待ってくれ、もうお前が嫌がることしないから。改心して真面目に生活するから。おい、聞いてるか、お願いだから助けてくれ。後日談。娘を守りたい気持ちがあったからここまで強い態度で戦うことができました。あの後すぐ逮捕されたユージは住居侵入罪や窃盗、さらにストーカー規制法など諸々の罪で逮捕、実刑を受けることになりました。牢屋を出てからは過酷な労働環境での仕事が待っています。最低賃金以下で1日20時間労働、1000万円稼ぐのには100年あっても足らないと言われる場所なんだとか。私たちは万一のことを考えて海外に移住することにしました。今常夏の海の島で穏やかに暮らしています。